はいどうもこんにちは、太田です。エアフォンポジットプロが届きました。それでは見ていきましょう。おお、かっこいい。お、すごい。黒にゴールド、かっこいい。ちょっとまずはぐるっと見ていきましょう。いや、かっこいいですね。ここ数種のこのゴールドめっちゃ反射して、あ、もうこっち側が見えてますよね。これカメラがしっかり見えてますね。すごいな、ここ。あと終端の部分、ここに2本のラインスッと入って、ここからまた太くなってスッと2本入ってますね。ここがエアーとゴールドのメダルをくっつけてるみたいな感じ。すっごいね、ここの存在感はすごいですね。数種がここと、あとここにも一つ、あとかかとの部分に一つで、ここはフォームポジットと書かれてます。で、アウトソールはここにナイキって入ってて、数種があって、ズームエアーと書かれてますね。フォームポジットといえばもうこのデザイン、この流れるような曲線美で、ブーツのような硬さ、その頑丈さ、このデザインはすごいですね、本当に。で、ここのサイドの反り立つ壁、ここカーブこう反ってるんです。しっかり足首をホールドしてくれるんですよね、ここでキュッと。まあ、入れるときはやっぱ硬くてここが狭いので足を入れるのは結構難しいんですけど、そこさえ通過してしまえば中で足が動いたりすることもないので、スポーツするにはいいかもしれないですね。それからこのシューレースの先、金属になってるんですけど、ここまでゴールドなんです。細かいところまでもう本当に徹底されてますね。で、今回エアフォンポジットプロなんですけど、で前回購入したのがエアフォンポジット1とプロってどこが違うのかなとちょっと見てみたんですけど、このサイドに数種があるのがプロで、1はここには何も、数種は何もついてなかったです。それとこの終端の部分のこのデザインとか、あとはこのかかとの部分、ここで履いた感じでは若干ちょっと、この幅、同じサイズで購入したんですけど、こっちの方が若干ちょっと細く感じたんですけど、まあでもそこは個体差かなとも思います。ここに数種が入るだけでもちょっと雰囲気も変わるなっていう感じですね。特に今回のはこのゴールドで入ってるので、なんか存在感ありますね。これからこの生地、硬いんですけど押せば少し沈む感じで、表面はなんて言ったらいいかな、どっかで見たことあるけど、この音でなんとなくわかります？こんな感じです。これどっかで見たことあるような、でもこの音聞くとなんとなくわかりますよね。よし、それでは履いてみます。
いや、履いた感じもやっぱりいいですね。見た目もそうなんですが、履いた感じもやっぱり若干癖があるので、好き嫌い本当に分かれると思いますが、僕はちょっと今ハマってしまいましたので、また他のかっこいいカラーリングが出たら買ってみたいなと思ってます。今回も少し、飾ってから履いてみようかなと思います。で、この時期の僕の服装が上も下も黒で真っ黒になってしまうんです。なので、まあ足元もこれでを履くと黒なんですけど、このゴールドでワンポイント足元をキラッと光らせてみようと思います。ファッションに疎い僕なんですけど、足元だけはちょっとかっこよく。ということで、今回はエアフォームポジットプロを見ていきました。ではまた次の動画で、さよなら。